はいどうも皆さんご機嫌いかがですか、リークヤギです。今回はですね、先日ゲリラで販売されたこちらのスニーカーをね、紹介していきたいと思います。エアフォース107プレミアム2ということでね、渋谷ハロウィンのモデルですね。こちらですね、カラーがブラックブラックチームオレンジということでね、サイズが US11 のマイサイズでの購入です。一応ね、箱の方はね、通常のねエアフォース1の箱になっていますね。こんな感じの外観になっていますね。一応裏側がこんな感じですね。このようにね、エアフォース1のボックスになっていますね。で、中身を見ていきましょう。こちらですね。紙にはね、このようにね、エアフォース1というふうにね、プリントがたくさんしてありますね。で、一応ボックスの内側がね、こんな感じになっていますね。はい、ということでね、スニーカーがこちらになります。いやー、もうめちゃめちゃかっこいいですよね。この素材使いといいね、もう見た目はめちゃめちゃかっこいいスニーカーですよね。リークの画像が上がった時からもうめちゃめちゃ欲しかったんでね、もう本当に買えて嬉しかったですね。一応先週のね、金曜日にね、ジャストドロップということでね、ゲリラで販売されたんですが、いやー、もう最高ですよね。で、しかもその金曜日に発売されたのに、もう土曜日の朝にはね、届くっていうものすごいスピード配送だったんで、そのままね、土曜日のハロウィンイベントでね、こちらのスニーカーの方を着用させていただいたっていう感じになるんでね、もう一回ね、使用してるんですが、ね、このままね、レビューしていきたいと思います。はい、それでは詳しく見ていきましょう。まず今回のモデルなんですが、なんといってもやっぱりこの素材使いですよね。この大胆な素材使い。このシュリンクレザーに TPU 素材にリフレクティブ、そしてこのね、パテントレザーですね。いやー、もう素晴らしいですよね。それではじっくり見ていきましょう。まずつま先からですね。つま先はこのようにね、アウトソールはブラックのアウトソールになっていて、こちらのね、ステッチの方がオレンジ色のカラーになっていますね。そしてね、なんといってもこの2部分のね、シュリンクレザーですよね。いやー、このシュリンクレザーの具合がね、かなり上質でね、かなり高級感があっていいですね。素晴らしいです。そしてこちらの TPU 素材ですね、トランスルーセント、いわゆるね、透けてる素材のこちらの TPU 素材なんですが、やはりね、このね、特殊素材のね、エアフォース1っていうのはかなりそそりますよね。まあ履き心地の方はね、あんまり良くはないんですけど、もうね、でもこの素材感の違いがね、めちゃめちゃかっこいいですね。で、一応ね、こちらですね、シュリンクレザーとこのね、TPU 素材の切り替えになっているんですが、こちらですね、つま先の部分全面が TPU 素材が入っていて、その上にね、このレザーを貼り付けた仕様になっているんで、正直言ってかなり蒸れますね。自分この靴スニーカーを履いてね、ドラムを叩いたんですけど、もうめっちゃ曇っちゃいましたね。ということで続いてこちらですね、スーシュの方がリフレクティブ素材になっていますね。こちらのリフレクティブ素材なんですけど、もうめちゃめちゃステージ映えしますね。これがね、もうすごいかっこよくね、光ってくれたんで、めちゃめちゃかっこよかったですね。そしてこちらですね、かかと部分のパーツはね、このようにパテントレザーになっていますね。このパテントレザーのね、具合の方なんですが、いわゆるね、コンコールドみたいなね、すごいツルツルの素材感とはまた違ったね、パテントレザーになっていますね。一応ね、ナイキ ID とかで前あったその、ナイジェル・シルベスターのモデルのパテントの質感もこんな感じの質感でしたね。で、なんといってもこのかかとのね、こちらのロゴですね、SBY とね、このね、渋谷の街並みをね、刺繍で表現しているんですが、もうこの都市限定モデルっていうのがね、このナイキファンにはね、たまらないね、仕様になっていますよね。いやー、もう本当に素晴らしいですよね。この刺繍の方もね、この周りにこの渋谷の街並みがあって、その上にね、スーシが刺繍されているっていうデザインになっていて、素晴らしいですよね。そしてかかとの方にはね、こちらのエアーのロゴもありますね。続いて反対側ですね。反対側はね、いわゆるね、外側とはちょっと違って、ね、このようにね、かかとにね、SBY のロゴはないんですが、大体同じようなね、デザインになっていますね。こんな感じのデザインになっていますね。やっぱりこの TPU 素材とね、パテントレザー、美しいですよね。最高ですね。続いて、つま先から見てみましょう。つま先はこのようになっていますね。一応ね、このようになっているんですよね。このね、2部分にはね、このようにベンチレーションの穴が開いていますね。で、一応ね、サイドの方にもね、ベンチレーションの穴が2つずつ開いてるんですが、いやー、このベンチレーションの穴の数はちょっと足りなかったですね。やっぱりね、激しい運動をしたりするとね、どうしても曇っちゃうんでね、その辺だけはね、注意が必要ですね。一応こちらですね、こちらの方にはね、ブラックのね、リブレがこのようにね、エアフォース1っていう風にね、
書いてありますね。でなんといっても今回のモデルですね、こちらのね、紐がね、ロー引きのコットンシューレースになってるんですよね。これが素晴らしいですね。最近自分の記憶にあるモデルだと、いわゆるスティーシートのね、コラボモデルのブレイザーがね、このようにね、コットンのね、ロー引きのシューレースになってたんですが、この紐がね、すごい使い心地よくて、かなりいいんですけどね。今回このね、シュータンの素材も見てもらうと分かる通り、シュータンがね、全面パテントレーザーになってるんですね。でこの全面パテントレーザーだとめちゃめちゃ硬いね、シュータンになっているんでね、履き心地の方はね、ナイロンのシュータンと比べるとね、あんまり履き心地がいいとは言えないんですがね、ただ見た目はめちゃめちゃかっこいいっていう風なね、そういう仕様になっていますね。でタントップにはね、このようにオレンジ色でね、ナイキエアという風にね、ロゴがありますね。で一応ね、このようにね、ナイロン素材でね、パイピングがしてありますね。こんな感じですね。一応シューターンのシューレスホールはこのようにナイロン素材の切り替えになっています。シューチップはこのようにオレンジ色が使われていますね。続いてヒールですね。ヒール側はこのようになっていますね。このようにね、ナイキエアのロゴがね、このようにエンボス加工でね、表現されていますね。で一応ね、この下の部分はね、パテントレーザーになっているという風な感じになっていますね。そしてアウトソールですね。アウトソールはこのようにね、ブラックのシンプルなね、ナイキエアフォースワンのね、デザインになっていますね。続いて履き口周りですね。履き口周りはこのようにね、ブラックのナイロン素材になっていますね。じゃね、履き口周りだけね、このようにね、いわゆる通常のエアフォースワンと同じようなね、ナイロンの素材になっていて、若干ね、クッションも入っているんですが、つま先の方はね、全面にわたってね、この TPU 素材剥き出しになっているんで、若干ね、履き心地の方もね、広めの履き心地になっていますね。一応、シュータンの裏側のデザインはこのようになっていますね。こちらの方にもね、メイドインチャイナというふうにね、書いてありますね。そしてタグの方はね、このように圧着されていますね。インソールの方はね、ブラックのメッシュ素材でこのようにね、オレンジ色でナイキエアというふうにプリントされていますね。一応シューキーパーはこのようにね、紙製のシューキーパーがついてきましたね。はい、ということでね、今回の渋谷ハロウィーンですね。いやもう素晴らしい出来ですよね。ということでね、早速履いていきましょう。はい、ということでね、履いてみました。いかがでしょうか。いやもうね、めちゃめちゃかっこいいですよね。素晴らしいですね。このね、やっぱり素材感ですよね。シュリンクレザーの TPU 素材、そしてかかと部分のパテントレーザーですね。まさにね、この夜の街にふさわしいようなね、怪しげなね、光をムンムンに放ってますよね。いやめちゃめちゃかっこいいですね。渋谷ハロウィーンということでね、渋谷の街並みとね、ハロウィーンを題材にしたっていうね、こちらのスニーカーなんですが、いやもうやっぱり素晴らしいの一言に過ぎますね。でね、サイズ感なんですが、サイズ感ですね。サイズ感はね、ちょっとね、普通のエアフォースワンとはね、結構違うサイズ感になりますね。一応今回のエアフォースワンなんですが、このかかと部分の方だけね、ライニングがついていて、つま先の方は TPU 素材のね、一枚革になっているんで、その一枚革にこのね、周りのシュリンクレーザーを貼り付けた形になっているんで、結構中身が広いデザインになっていますね。なんでもしかしたらね、人によってはね、ハーフサイズ下げた方がいいかもしれないですね。まあでも全然ね、このくらいのサイズ感だったら普段のマイサイズで履けないことはないんですが、ジャストサイズをね、履きたいという方はハーフサイズ下げた方がいいかもしれないですね。はい、続きましてこんな感じですね。いかがでしょうか。やっぱりね、見た目はかっこいいですよね。履き心地の方はね、やっぱりね、このね、シュータンがね、パテントレザーになっているんで、やっぱりかなり固めなパテントレザーなんで、ちょっともしかしたら人によっては刺さるかもしれないですね。あと先ほどね、このライニングは広めだよって言ったんですが、もしかしたら広めに取ってた方がいいかもしれないですね。こうやった時にね、もしかしたらジャストで履いたらここが結構食い込んでしまう可能性もあるんで、ちょっとサイズ感は悩みどころですね。でもね、このスニーカーを履いて、ね、結構激しくドラムを叩いたりしてね、このように強く曲げたりしたんですが、あまりね、こう履きじわとかはつかないんでね、その辺はいいなって思いましたね。いかがでしょうか。はい、ということで続きましてこんな感じですね。いかがでしょうか。
いやー、やっぱりね、このカラーリングが最高ですよね。オレンジとブラックということでね、こんな感じでもね、かなりね、相性がいいですよね。素晴らしいですね。そして何よりこの都市限定モデルのね、エアフォースワンということでね、もうスニーカーヘッズにはたまらない一足ですよね。もう今回ね、スニーカーズの方でゲリラのジャストドロップを買えて本当に嬉しかったですね。そして何よりハロウィンイベントに間に合ったっていうのがね、かなり嬉しいですよね。いやー、めちゃめちゃかっこいい一足です。はい、ということで続いてこんな感じですね。いかがでしょうか。やっぱり見れば見るほどめちゃめちゃかっこいい一足ですね。いやー、素晴らしい。反射具合がね、すごいかっこいいですね、やっぱり。そして何よりこのね、都市限定のこちらの刺繍ですね、たまらないですよね。いかがでしょうか。はい、ということでね、ナイキエアフォース107プレミアム2渋谷ハロウィンということでね、いかがだったでしょうか。もうね、ハロウィンナイトにはね、最適なね、この素晴らしい光を放ったこちらの一足、もうとても素晴らしかったですよね。今回スニーカーズのアプリによるゲリラの先行販売があったんで、いやもう本当にその先行販売で買えてよかったですね。やはり金曜日は欠かさずスニーカーズのアプリをチェックした方がいいですよね。金曜日にはね、何かしらゲリラ販売の可能性があるんで、まあ、ないこともあるんですが、やはりね、ほとんど金曜日だったり月曜だったりするんで、やっぱ金曜日の方が熱いモデルが出る時が多いですよね。やはり今度はね、やっぱり11月の15日、ここが一番熱いなっていう風に思いますよね。ということでね、今回の動画はここまでになります。何かご意見ご感想ご質問等ございましたらコメント欄の方までお願いいたします。もしよろしければチャンネル登録と高評価の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね。